ベル 214ST ベル 214ST は UH-1 ヒューイシリーズから派生した中型の総発ヘリコプターであり、ベルヘリコプター社が製造した中で最大の機種である。214ST はベル214と機種名を共用しているが、214ST はより大型で全く異なった外観をしている。ベル 214ST は 2機の 1625SHP ゼネラルエレクトリック CT7 からに A ターボシャフトエンジンを装備して乗客16か17名が搭乗できる。214ST はもともとベル214バイトビッグリフター派生の軍用モデルとして特にイランで製造することを考慮し、イラン政府の資金でベルヘリコプター車で開発された。 暫定試作機は1977年2月にテキサス州で初飛行し、3機の確定試作機が1978年に続いた。イラン革命により、ベルヘリコプター車は 214ST を自社のダラス・フォートワース工場で製造し、軍用モデルより民間モデルとして販売するように生産計画を変更した。 軍用モデルは民間モデルに続いて1982年に生産に入った。214ST はベルヘリコプター社の製品としては以下のような革新的な機構を導入した。ベルヘリコプター社は1988年にイラクに納入された45機の軍用モデルを含む総計100機の 214ST を製造した。その他にブルネイに1機、 ペルーに11機、タイ王国に9機、ベネズエラに4機が販売された。214ST の製造は1991年に終了した。日本国内では合計3機が輸入された。JA9609 は1991年12月11日に、JA9688 は1992年8月13日に登録抹消され、残った。 国土交通省関東地方整備局が所有、使用する JAA-9683 も2018年9月11日に登録抹消された。イラクの機体を除いて39機の 214ST が現役で使用されており、数機が石油会社で使用されその長い航続距離と総発エンジンは沖合での運用に重宝されている。イラクで露角された機体、 ありがとうございます。